海外のコラ PV がクオリティ高すぎる。はい、ありがとうございます。サシブです。今回はもう間もなくね、公式の方から公開されるであろうラストシーズン、シーズン8の PV を海外の方がこんな感じなんじゃないかと予想した上で作った映像がございますので、そちらを見ていきたいと思います。早速見ていきましょう。パチンと。さあ、バンからがいいから始まります。さあさあさあ、おもう、このまずさ、このタコちゃんの殻が綺麗よね。あれ、これシーズン2から3、4、5、6と今までのね、各シーズンの PV を映しつつ、ラストですよってアピールしつつ、これ新武器ね、ロングブラスターとかハイドラントカスタムとかいろいろ今映ってましたけども、あれ今一瞬ね、一瞬注射器映りましたけども、どうなるんでしょうかと。で、ロングブラスターカスタムからの一瞬すぎるイグザミナーヒューム映りつつ、これがまあ一応新ステージとなってますが、まあ実際新ステージどこが来るかちょっと楽しみですよね。これ何これ、エキスパンションパス、あれか、新しい追加コンテンツもやりますよみたいな。で、これ武器にね、ステッカーを貼るっていう新機能、まあこれさすがに来ないとは思うんですけども、こういうの来たら熱いですよね。んで、まあ、パチパチパチと、戦いつつ、これフェスかな、多分。夜だったもんね。で、これ、イベントマッチ、何のイベントマッチだ、これ。スプラットフェスチャレンジズ。どういう意味だ。で、これは、これなんかあれじゃね、あれだ、潮飲み油田だ。あ、で、やっぱこのね、バンカラガイにビッグラン来るんじゃないのっていうことをね、この制作者の方も、まあ、伝えたいと。まあ、やっぱね、バンカラ街にビッグラン来そうだよね。もうバンカラジオのニュースでもスリミ連合がなんかそれっぽい発言をしていましたし、で、バンカラ街無駄に広いし、ま、さすがに来るんじゃないかなーって思うんですけど、まあ、その辺がね、PV で明かされたらいいですね。いかがでしたでしょうか、皆さん。こんな感じでね、新情報がもうそろそろ公開されるはずです。シーズン8の PV でバンカラ街にビッグランが来る匂わせをして、もしかして今回のフェスの世界が終わるってバンカラ街にビッグランが来るってこと？で、プレイヤーに気づかせてからフェス開幕みたいな流れだったら面白いですね。まあ、その場合ね、いつも通り過ごす派の風化陣営がちょっとだいぶ気まずいんですけど、ビッグランで街にね、鮭が来るんだったら、退治するかなんとかしろよみたいな感じになっちゃいますけども。また、シーズン8で実装される新武器ですが、人4式竹筒銃オツ、ロングブラスターカスタム、ハイドラントカスタム、イグザミナーヒュー、ガエン FF カスタム、24式針貝傘オツ、の6種類しかマイナーチェンジが残っていないので、高確率でストリンガーとワイパーの完全新規武器が追加されると思います。シューター、ローラー、チャージャー、ブラスター、筆、スピナー、スロッシャー、マニューバー、シェルターとね、完全新規武器が追加されてきたんですけども、まだストリンガーとワイパーは来ていませんので、来るとしたらここしかないかなと。ですが、それを含めても8種類とね、数が乏しいので、第2のマイナーチェンジ武器の発表も来てほしいところですよね。武器地セレクションや別注コレクション、はたまた七輪チョイスといった新規ブランドになるかはわかりませんが、新マイナーチェンジブランド追加&アップデート延長の告知が来たら、最高以外の言葉はないですよね。アップデートが延長されてもシーズン自体はラストになりますので、最後の盛り上げに注目したいです。ちなみに補足なんですけども、シーズン自体が最後というのは、新規のカタログがなくなるというだけで、過去のカタログを使います形で、今まで通り3ヶ月周期でシーズン自体は区切られます。まあ、要するに、シーズンが2年前に戻るみたいな感じですね。発売当時のシーズンに戻りますので、ガチャの金プレートとかもまた復活します、その時にね。うん。ただもう新しいものは実装されないよっていうことで、シーズン自体は最後ということになります。わかりましたか？ちょっとわかりにくかったらすいません。個人的にはね、もう最後のシーズンだから、熊武器がバトルで使えちゃうみたいなね、超お祭りイベントマッチみたいなの開催してほしいんですけどもね、その辺どうですかね。というか、サーモンラーはもうステージ追加もないですし、お頭追加も多分ないので、最後に新しい熊武器を追加してくるかもしれませんね。ついでに今後のスケジュールについてまとめておきましょう。一つ目、イベントマッチ。5月16日木曜日に結構人気の高かったビッグカーリングボムバトルが開催されます。触れただけで即死の超お祭りバトルですので、お時間ある方はぜひ楽しんでください。二つ目、フェス。
5月18日土曜日から5月19日日曜日にかけて、明日世界が終わるとしたらフェスが開催されます。これがバンカラ街ビッグランの伏線なのか、はたまたアップデートに関する内容なのかわかりませんが、優勝を目指して頑張っていきましょう。3つ目、サーモンランフィーバー。なんか知らんけど今見えてるシフト全部強いです。まあ5月20日の荒巻砦に関しては、まあそんなです。まあでも荒巻自体がやりやすいので全然カンストはできると思うんですけど、まあ強さで言えばこの中だったらそんなですけど、まあでも全部平均的に強いです。本当にシェケナダムの編成とか、これね、シューター2枚にマニューバーでも安定感抜群な上でハテナ武器でクマ武器引ける可能性もあるっていうね。で、特にシェケナダムとドンブラコに関しましてはなかなかね強い編成来なくて、結構珍しいんですよね。強いのがかなり珍しいです。ドンブラコのこの編成はね、一見ちょっと癖がありそうに見えるんですけども、火力は申し分ないし、あとスプラチャージャーって正直サーモンランではそんなに強くないと私は思ってるんですけども、ドンブラコに関してはこう直線上にね、敵が並んでくるので、貫通攻撃できるチャージャーって結構強いんですよね。そういった感じで結構ドンピシャに噛み合ってる編成だと思いますので、まだカンストしたことない方はビッグチャンスです。ぜひスタートダッシュかまして頑張ってください。4つ目、クマフェス。5月25日土曜日から5月26日日曜日にかけてクマフェスが開催予定です。ステージがムニエール海洋発電所になるか、ドンピコ闘技場になるかはわかりませんが、クマ武器使って暴れたい方やカンストバッジが欲しい方はぜひこの機会に頑張ってみてください。5つ目、更新データ配信。5月30日木曜日にアップデート内容が公開。5月31日金曜日に更新データが配信される予定です。ここでアップデートの全貌が明らかになりますね。シーズン8でスプラトゥーン3は終わってしまうのか、それともまだアップデートを延長するのか、運命の分かれ道です。6つ目、最後のビッグラン。6月8日土曜日から6月9日日曜日にかけて、第7回最後のビッグランが開催されると思います。スプラ2の頃にあったビッグランの伏線、7つの輪の予言は、ビッグランが7回起こるという伏線だったのかもしれません。そして最後に鮭が襲ってくる場所はバンカラ街になるのではないかと噂されています。前回のビッグランのニュースの際にスリミ連合がついにすぐそこまで来よったかと意味深な発言をしていましたし、ハイカラシティとハイカラスクエアが実装されたので皆さんよくわかると思うんですけども、バンカラ街って正直無駄に広いんですよね。生バトラー道場とかもうちょっと遠すぎて行くの面倒でしたからねビッグランの舞台になる前提で作られていたのであれば、バンカラ街が広いのにも納得がいきますし、バンカラ街が襲われて一時的に使えなくなることを見越してハイカラシティとハイカラスクエア2つの避難先をあらかじめ実装しておいたと考えるとまとまりがあります。でもハイカラの街はお金払わないといけないじゃんとご心配の方もいると思いますが、安心してください。スプラ2の頃は有料追加コンテンツを買わないとタコちゃんを使うことはできなかったんですが、フェスの時だけ特別に無料でタコが使えたという事例もありますので、スプラ3でもビッグランの時だけ無料でハイカラシティとハイカラスクエアに行けても全然おかしくはないです。最後のビッグランは特別なものになる可能性がありますので、6月を楽しみにしておきましょう。というわけでいかがでしたでしょうか。もうそろそろシーズン8の新情報が出る頃だと思います。6月には任天堂ダイレクトも控えていますので、ここで全ての情報を出し切るとは思いませんが、アップデートを延長するのかどうか、ここで匂わせがあってもおかしくはありません。どんな内容が公開されるのか楽しみにしつつ、今月のイベントを楽しんでいきましょう。またどんなアップデートが来てほしいか、コメント欄やコミュニティでアンケートを取っています。スリミ連合の深掘りをしてほしいとか、追加コンテンツ周りのアップデートや、この武器強化してほしいといったバランス調整周りのアップデートなど何でも OK です。ぜひコメントしていってください。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。だなもう、それではまた、アディオス。